1番の源田を迎えます。さあ伊藤博美、今日は石川とのバッテリーは今日で13試合目ということになります。今シーズン伊藤博美は、この三塁に向かいます。ボールサード返ってきますがタッチはできません。栗原初球を追ってのスリーベースヒット一気に止めたバットでもある。2番の宗、初球は足元のボールです。レフトへ中川圭太がどうだ、追いつきますがこぼれます。荻野はセカンドへ、記録はツーベース。バットの先はピッチャーが取れない、セカンドでできて一塁はダーッと送球が高くなりました。栗原は三塁に行きました。初球からねこうやってアジャストできるっていうのはね素晴らしいですよね。ノーアウトランナー一塁です。さあそして島内を迎えます。